ヒメハギはヒメハギかヒメハギ族の常緑の多年層。ヒメハギ以下は,は APG 植物分類体系ではヒメハギ目から豆目に移されている。細い根茎がある。硬い茎が基部で分子して、地を、肺、上部が斜状して高さは10から30センチメートルになる。茎には曲がった毛が生える。葉は五星し、葉芯は長さ1から3センチメートル。 幅0.3から1.5センチメートル、卵径、楕円形、高皮心型で、先はドン型で、短い突起があり、気部は丸く、円はゼニ円。傭兵はごく短い。下記は4から7月。花は紫色で、傭液の髪型か、歯に耐性して、長さ1から3センチメートルの相乗過剰を出す。学編は5個あり。 二個の側学編ははじめ紫色で、長さ5から7ミリメートルの花弁状であるが、花50ミリメートル前後に増大して、緑色に変わり、他の学編は、側学編の半分の長さになる。花弁は三個あり、基部は合着し長さ6から7ミリメートル、下側の一個は、先端が細裂する棒状の付属体がある。お寿司部は八個で、花びらが、問い状になった場所にあり、 薬は黄色。脂肪は上位で2質ある。果実は扁平な心円形の果てとなり、計7から8ミリメートルになり、翼がある。種子は黒褐色で、長さ2.5ミ、mm、リメートルになる。和名の由来は、花が豆花の萩に似て、全体に小さいことによる。北海道、本州、四国、九州、琉球に分布し、山野の,の日当たりの良い。 やや乾いた場所に生育する。世界では、朝鮮、中国、フィリピン、インドシナ、ヒマラヤに分布する。ありがとうございます。